どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、一本新作映画ご紹介したいと思います。ということで、今日はね、フランス映画ですね。メグレと若い女の死というね、ミステリー映画となっております。はい、ミステリーといえばね、ちょっとだけ宣伝させてくださいね。僕の新作、ドエスデカの新作が、刊行されましたので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、でね、このメグレと若い女の死なんですけど、本作はフランス映画界の名匠、パトリス・ルコントが8年ぶりにメガホンを取った新作となっているんですよ。パトリス・ルコントといえば、仕立て屋の恋とか、あと、髪結いの亭主などが代表作になるのかな。個人的には、2004年の、親密すぎる打ち明け話という作品が、あれ結構ね、大好きだったんですよ。そんなパトリス・ルコント監督が手掛けた新作が、今回のグルメってわけですね。あ、グルメじゃない。メグレってわけですよ。で、このメグレなんですけど、ベルギーの小説家、ジョルジュ・シムノンの推理小説に登場する名探偵警察官です。1929年から1972年までシリーズはもう100本を超えていて、その中でも映像化された作品も結構多いんですよね。メグレ警視。ミステリー小説ファンの人ならもちろんご存知だと思います。シャーロック・ホームズに匹敵する人気の名探偵キャラクターですよね。第1作、怪盗レトンの登場時は45歳でした。その後、警部から警視、最終的には警視庁になるのかな。一般的には、めぐれ警視として知られています。まあ、警視でいる期間がそれだけ長かったんですかね。そういえば、僕も以前、トイプー警察犬めぐれという作品出しているんですよ。もちろん、メグレの由来は、メグレ警視からですよ。トイプー警察犬メグレは、匂いだけで犯人当ててしまうので、物語の冒頭も冒頭で犯人が判明するんですけど、犬だけに人間の言葉が話せないので、犯人の動機とかアリバイ工作は主人公たちが突き止めて推理していかねばならないっていう、まあそんな内容のミステリーになっております。こちら続編もあって、講談社大河より刊行されていますので、そちらもよろしくお願いいたします。そして本家のメグレなんですけども、パリ11区リシャール・ルノワール通りのアパートに奥さんのルイーズと住んでいます。メグレさんは身長180センチで体重100キロ。娘を幼い頃に失っていて、現在は子供がいないという設定なんですね。まあ、これだけの超有名な名探偵ですので、これまでにも数多くの役者がメグレを演じてきたと言いましたけども、本作ではジェラル・ドペルデューが演じております。過去にね、メグレを演じた大物役者といえば、まあ、例えばね、もうフランス映画界を代表するも代表する、もう亡くなっちゃいましたけどね、ジャン・ギャバンがメグレを3作品ほど演じているんですね。で、最近だとミスター・ビーンで有名なローワン・アトキンスがテレビシリーズでメグレを演じています。メグレはね、フランスの小説なんですけど、ミスター・ビーン演じたローワン・アトキンスはイギリスの俳優さんで、このテレビシリーズはイギリスのテレビシリーズなんですね。イギリスがシャーロック・ホームズなら、フランスはメグレというわけですね。日本だったら金田一耕助ですか。各国に名探偵っているもんなんですね。そういえば、エルキュール・ポワロという名探偵がいますけども、あちらはベルギー人かな。ベルギーでしたね。でもエルキュール・ポワロを描いたのはアガサ・クリスティ、イギリスの作家さんということなんですよね。アガサ・クリスティさんもイギリスにはシャーロック・ホームズがいるからということで、遠慮しちゃったんですかね。あ、ちなみに、アガサ・クリスティって エルキュール・ポワロってアガサ・クリスティが、まあ、描いた登場人物名探偵なんですけど、なんかね、アガサ・クリスティさん、自分で描いたキャラクターのくせに、ポワロのことが大嫌いだったみたいで、なんかね、もう晩年はポワロに愛想を尽かしたとか言ってるんですよ。ポワロのことを、
とんでもないエゴイストだとか言ってるんですけど、おめえが考えたんだろうって、お前が生み出したんだろうって話なんですよね。作家のくせに自分が生み出したキャラクターに愛着が持てなくなるなんてあるんですかね。いや、僕もいろんなキャラクターを描いていますけど、今のところ嫌いになったキャラクターっていないんですけど、そんなもんなんですかね。はい、ごめんなさい、なんかね話が脱線してしまいましたけど、こちらめぐれと若い女の死のストーリーなんですけど、舞台は1953年のパリはモンマルトルのバンティミユ広場で、まあ、女性の死体が発見されるんですよ。バンティミユ広場ね言いにくいですよね。モンマルトルのバンティミユ広場で女性の死体が発見されるんですよ。彼女はクラシカルな高級なシルクのイブニングドレスをまとっているんだけど、全身をめった刺しにされてドレスは真っ赤に染まっています。で、女性の身元を示すものは何も残されていないんですよ。しかし彼女が履いていた靴はどう見ても安物で、この高級なシルクのドレスとはまるで釣り合いが取れてないわけですよ。どうやら被害者女性は上流階級ではなさそうだと。だったらどうしてこんな分不相応なドレスを着ていたのか、そしてそのドレスをまとってどこに行っていたのか、謎は深まるばかりなんですよ。で、その事件を担当することになったのが我らがめぐれさん。とりあえずこのドレスを仕立てた店を調べるんですね。店員は若い女性が購入したと、まあ、証言しますけども、彼女の名前までは知らないと答えます。で、若い女性たちばかりが入居しているアパートがあるよということを突き止めためぐれはそのアパートを訪れる。で、その大家にね話を聞くんですけど、6階の部屋に住む女性ではないかって答えるんですね。で、その大家に合鍵を借りて部屋を調べてみると、家具はほとんどなくて、もう質素そのものな生活がうかがえるんですよ。まさにミニマリストっていうんですかね、閑散としている。で、その大家が言うにですね、この部屋は別の女が借りていて、いわゆるまた貸しをしていたらしいと、まあ、この殺された被害者女性にまた貸しをしていたらしいっていうんですよね。で、そいつ家賃払っていないからそろそろ出て行ってもらおうと思っていたと、まあ、そう証言するんですよ。で、めぐれはそのもともと借り主であるジャニーヌという女性を訪ねます。彼女は女優で旗役をこなしているんですね。で、そのジャニーヌに話を聞くと、殺された女性はルイーズという名前であることが判明するんですよ。ルイーズ？え？ルイーズ？めぐれの奥さんもルイーズでしたよね。別にこのジャニーヌがおっしゃるにはですね、言うには別にこのルイーズとは親しかったわけじゃないんだけど、彼女田舎から出てきて住むところもないからかわいそうだと思って部屋を貸してやっただけだと主張するんですよ。で、そんなある日、めぐれはストッキングを万引きしようとした女性を見つけて、まあ、彼女に声をかけるんですよ。で、その女性に身の上話を聞くと、彼女も田舎からパリに憧れてて出てきた、まあ、まさにねルイーズと同じ境遇の娘だったんですね。華やかな都会生活に憧れてパリに出てきたものの、パリでの生活は実に過酷だったと。あっという間に困窮して万引きを余儀なくされたと、まあ、彼女はそう言うんですね。そんな娘を食い物にする人間がいて、ルイーズはもしかしたら彼らの餌食になってしまったのではないかと、めぐれは考えます。それからめぐれはルイーズの足取りを追っていきますが、みたいな、そんな内容になっておりました。はい、今のねストーリー紹介からわかる通り、比較的ガチなミステリー仕立ての映画となっています。まあ、僕のねチャンネルを見てくださっている方は、皆さんはミステリー大好きですよね。ミステリー映画好きじゃないでしょうか。はい、まあ、そんなわけでね、これから詳しくレビューしていくわけなんですけども、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきます。映画めぐれと若い女の死、評価額はズバリ
1800円本作。名将パトリス・ルコントが手掛けた古典的ミステリーとあって、もう予告編見た時からかなりね期待していたんですけど、いやぶっちゃけね期待が大きすぎたのかな。映画序盤の冒頭ですね、つかみはすっごく良かったんですよ。真っ赤な血で染まったイブニングドレスの女性の死体、もうこれだけで惹かれね、つかまれるじゃないですか、引き込まれますよね。でこの序盤でですね、殺される以前のルイーズの行動が僕たち観客にも示されるんですよね。まずは不安そうな表情でイブニングドレスを試着している、試着しているルイーズ、なんかすごくね思い詰めた顔で、これから何かね何か不穏なことが起こるのではないかって、そんなことを予感させるような表情をしているんですよ。このドレスをまとってこれから彼女は何かをしようとね決意をしているような、そんな不穏な表情だったんですよ。で彼女はそのドレス姿である 屋敷を訪れるんですね。でその屋敷ではパーティーが開かれていて、彼女はそのパーティーに顔を出すんですよ。真っ白なイブニングドレス、やっぱりねひときわ人目を引くわけですよね。そんな彼女の突然の登場に表情を曇らせている人間が何人かいるわけです。それから間もなくルイーズは死体となって発見されて、我らがメグレ警視の登場というわけなんですね。ちなみにこのメグレと若い女の死、こちら1972年に刊行された作品で、メグレシリーズ第72作目となります。ちなみにメグレシリーズは全102作もあるんですよ。いやこれだけのネタを思いつくってすごいですよね。ミステリーって、まあ、なかなかね作り出すこと作り込むの難しいですから、そうそう量産は効かないんですけど、メグレだけで102作も作ったってね、この作者すごいなと思いましたよ。でこのね102作目のタイトルがメグレ最後の事件、いやこれはねちょっと読んでみたいなと思いましたって言いながら、実はまだねメグレシリーズ一作も読んだことがないんですよね。ミステリー作家のくせにやばくないですか、ダメだと思いません。いやそれどころか僕ねシャーロック・ホームズもまだ一度も読んだことがないんですよ。アガサ・クリスティはね2作ぐらい読んだことがあるぐらいかな。いやミステリー作家のくせにね本当勉強不足でお恥ずかしい限りなんですけど、ただこのねめぐれシリーズのこの最終話だけはね読んでみたいかなと思いました。はい、ねえトイプー警察犬めぐれなんて、めぐれがタイトルになっている小説を書いておきながら本家を一度も読んでいないってさ、まあ、作家としてね我ながら終わっているなと思いますよ。はい、だからちょっとね、これからめぐれ一作ぐらい読んでみようかなと思います。おすすめのめぐれがあったら皆さんぜひ教えてください。さすがはパトリス・ルコント監督が手掛けただけあって、いかにもフランス映画らしい深みのあるおしゃれな映像なんですね。特に部屋のインテリアにはこだわりがあるようで、特にこの壁紙の色使いとかね、なんかいい感じなんですよ。アーティスティックっていうか、はい、こだわりを感じますね。それにいつもね、このヨーロッパ映画、特にフランス映画見たら言ってるんですけども、フランス映画においてパリの街並みそのものがもう優れた役者さんなんですよ。街並みが映っているだけで何が起きていなくてもイエローモンキーの僕たちはそれだけで楽しめるというものなんですね。目の保養になります。公園や繁華街はもちろん、カフェとかレストランとかアパルトマンとか室内のインテリアに至るまでもうね役者同然なんですよ。それだけで楽しめちゃう。またメグレを演じるジェラール・ド・パルドゥもいいですよね。さすがはフランス映画界を代表する名優の一人です。この人基本的に悪党面なんだけど、だからギャングのボスとかねそういうのが似合うわけなんですけども、今回は心優しい妻思いの名探偵警察官を演じています。そういえば何年か前に僕のチャンネルでも、レビューしたファヒムって
パリが見た奇跡っていう映画でしたかね。あれにも、ジラルド・パリドゥ主演されていましたけど、あれもね比較的優しいおっさんでしたよね。ちなみにファフィムなんですけど、めちゃくちゃ傑作なので皆さんぜひ、興味があったらチェックしてみてください。ファフィムっていうのは実在の少年の名前で、まあ、いわゆる、チェスのチャンピオン、フランスチェスのチャンピオンになるんですけど、でこの人はなんかフランスに流れ着いた難民の少年で、その難民の少年がですね、ジラル・ド・パルデュ演じるチェスの師匠に、まあ、指示して指導を受けて、やがてはチェスチャンピオンになっていくっていうね、この2人の、触れ合いを、絆と触れ合いを描いためちゃくちゃいい作品なので、おすすめです。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ファフィム、パリが見た奇跡という作品、傑作です。はい、またね話が脱線してしまった。そのジラル・ド・パルデュが、このメグレー警視を演じているわけなんですけども、独特の巨体だけにシルエットからして特徴的ですよね。で帽子にコート姿なんだけど、トレードマークとなっているパイプは出てこないんですよ今回。医者に止められているという設定なんですね。本作はメグレシリーズでも後期の作品ですからね。本人はかなり出席しているみたいなんだけど、健康状態にも問題があるみたいな、そんな内容になってるんですかね。ただね、この映画残念なことにミステリー映画としては退屈極まりなかったかな。まあこれは個人的な意見ですよ。犯人像もその動機もまるで意外性がないんですよ。まあここら辺はねネタバレになってしまうので詳細は触れませんけど、犯人については序盤でかなり明かされてしまいますし、まあ、そこでね犯人の目処はつく。で中盤あたりでその動機も、まあ、なんとなくね見えてくると思うんですよね。それらにサプライズはなくて、むしろ取ってつけたような印象なんですよ。ただ上映時間が89分と最近の映画の中では短めなので、まあ、そこだけは救いですかね。こんなのが2時間超えとかね、ちょっとやってられませんよ。まあ、事件はね、この殺人事件についてはメグレによって淡々と紐解かれていくんですよ。映画の雰囲気は、まあ、どちらかといえばノワール調なんですよね。ノワールっていうのは、暗闇とか暗いっていう暗黒って意味ですね。フランス語で暗黒っていう意味なんですけども、まあ、ジェラール・ド・パルデューはこういった文芸ものか、この手のノワールものにはまる役者さんだと思います。だからね、とてもねこのメグレという、役にはね大いにはまっていたと思いますね。ただ僕原作のメグレを知らないんですけど、本当にこんなね重苦しい人物なんですかね。日本で言えば高倉健さんが演じる役みたいに寡黙で渋いキャラクターでした。実際はどうなんですかね。まあでもちょっとお茶目なとこありましたけどね。医者からパイプを止められるとことか、部下にパイプの吸い方をいろいろとこう教えるみたいなね、そんなシーンはとてもお茶目だとは思いましたけど、それ以外はね結構物々しいんですよね。なんか重い表情ずっとしているんですよ。あんまりこう笑顔を見せることがない、そんなキャラクターでしたね。で事件そのものは取るに足らない内容だとは思うんですけど、まあ、当時からねパリってこう移民を含めていろんな野心や希望を持った人たちが集まってきた街だけに、まあ、この手の事件はちょくちょく起きていたのかもしれないなと思いますよ。だから、まあ、当時も今もこうちょっとした社会問題になっていたのかもしれませんね。まあ、そういう華やかな花の都の闇にスポットを当てた社会批判的なメッセージが込められているんじゃないかなとも僕は取りました。ジャニーズなど芸能界、まあ、華やかな世界には必ずと言っていいほど闇が深いですからね。ごく少数の食い物にするものと食い物にされる圧倒的多数のもので成り立っている世界だと思います。まあ、どちらかといえばね本作はねいわゆる本格ミステリーとかではなくて、なんちゃってミステリー、いや雰囲気ミステリーっていうのかな、ノワールミステリー的な空気感は確かに漂ってはいるんですけど、ミステリー自体、そのミステリーの
謎解き自体は味付け程度って言いますかね。少なくともミステリー、謎解きをがっつりと楽しみたい人にはちょっと物足りないかもしれませんね。真相も言うほどサプライズもないし、どんでん返しもありません。皆さんがおそらく推理した通りの犯人像であるし、まあ、動機なんかもね、もう早々と、気づくんじゃないかな、まあ、こんな動機だろうなとぼんやり考えていたら大体正解です。はい。まあ、僕もねある程度ミステリーを期待していたので、まあ、全体としてねこの作りはテイストは退屈に感じてしまいましたね。逆にめぐれのこのノワール感満載の世界観を楽しみたい人にとっては満足できる作品なのかなとは思います。それはね、まあ見る人によって感じ方捉え方はね変わってくるとは思うんですけど、ミステリーを期待した人にとってはちょっと若干残念な映画になるような気がしますね。なんでこの映画はミステリーというよりはめぐれという人物を描いた作品なのかなと思いました。めぐれファンの人たちは原作小説のめぐれと若い女の死はどんな評価だったんですかね。まあ映画じゃなくてこの原作小説の方ね。まあストーリーを見る限りこれがねある程度忠実なストーリーであるんだとすれば、まあ、これだったらねもっと優れためぐれ作品があるように思えるんですけど、いかがですかね。このめぐれと若い女の死っていう作品はどうなの、このめぐれファンの中ではどんな評価なんですかね。僕あんまりねミステリーとしては面白みに欠けると思うんですけど、ただめぐれというキャラクターを知るにはいいのかもしれないですね。そういった意味でめぐれの世界観、めぐれの人となり、そういったものが十二分に伝わってくる作品ではありましたよね。そこが評価されているのかもしれない。だからこそこの作品ミステリーとしてはいまいちだけどもめぐれ作品としては好きっていう人もね結構ファンの方は言うかもしれないですね。もしですねおすすめのめぐれシリーズがあったらぜひ、コメント欄で教えていただけると幸いです。僕一作も読んだことがないので、傑作があったらねぜひ読みたいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。そしてね先ほど宣伝させていただいた、僕の新作ですね、ドイスデカの、最新作何だったっけ、事実は小説よりもきなり殺人事件ということで、今回はですね毒葡萄酒事件って、名張毒葡萄酒事件っていうのが昭和の時代に起きているんですけど、あれが令和のこの今現代に起きてしまったっていう内容なんですよ。でその毒葡萄酒をですね、まあ、いわゆる主人公黒井真由のいつも相棒ですね、ずっと相棒を務めてきた代官山刑事がそれを飲んでしまって、まあ生死の境をさまようことになるんですよ。だからもう相棒としては機能しなくなっちゃったんで、今回ですね本作は新相棒が登場します。全く代官山とはね、キャラクターの違う、またこのハードボイルドな人物がマヤの新しい相棒となって、犯人を追い詰めていくというね、そんな内容になっていますので、まあドエスデカシリーズはですね、ホラー要素があったりとかオカルト要素があったりとかミステリー要素があったりとか、あと社会派サスペンス要素があったりとか、まあいろいろね、作品によってテイストや作風は変わっていくんですけど、今回はどちらかというとちゃんとしたミステリーになってると思いますので、もしよろしかったら皆さんですね、ぜひ書店で買っていただけたらと思います。あのね今回ね表紙のデザインもねめちゃくちゃいいですからね。はい、よろしくお願いいたします。以上ミステリー作家の七尾よしでした。